こんにちは、工藤でございます。今日はですね、こんな話でスバルのレジェンドとしてなっていうお話なんですけど、ちょっと違うから、スバルだったらレガシーでしょ、こう言いたいわけですよ。レジェンドって今本田さんのところの名前ですからね。いや、スバルがあの車をですね、スバルグローバルな名前としてレジェンド、いや、レガシーという名前で一度こう言ったら、いや、レガシーにはマイナスの遺産っていう意味もあるんだって言って、反対した国が一件、一個だけあったんですね。で、ちょっと別の名前でその国が、初代のレガシーが売ったんですけど、まあ、ちょっとそんな話はさておきまして、今日のお話はですね、この DJ エンジンの開発とその進化ということでございまして、幸いなことに、このエンジンはですね、非常にうまい人生、というかエンジン生を送りまして、今もここに書いてあるこの絵はですね、GT300 に使われていて、もともとの EJ の本体をですね、改造して、もっと、なんていうかな、裏側を浅くして、しかも軽くして、そういうような馬力もですね、たくさん出して、GT300 の BRZ ということで、未だに走っておりまして、今年も1勝を挙げてると、こんなことまで来ておりますので、悪いレジェンド、レガシーではないというふうに思っておりますので、今日は私はですね、そのレガシー、EJ のエンジンをどういう考え方でやってきたかみたいなところを中心にして、お話ししていこうというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。ちょっと下手な、なんていうか、手書きの文字、これ私の文字なんですけども、1983年の12月にですね、行われた、エンジンのデザインレビュー、というのの議事録になっておりましてですね、これを見ますと、その新しいエンジン、新しいものをやれと、こういうふうに言われた時がですね、私、スバルという会社に入ってから8年ぐらいしか経ってないところで、世の中の会社さんがいわゆる係長とかなんかいうのにもなってない、普通の、エンジニアだったんですね。で、だけど、その新しいエンジンをやれというふうに言われまして、オールニューのエンジンをやるということになりました。で、その時に言われたのは、とにかく過去にとらわれるなと。で、新しいエンジンをですね、自分の思う通りにやりなさいというふうに言われました。で、周りの人たちに伺うとですね、僕のすぐ直属の上司とかそういう方々もですね、口を出すなというふうに言われていたというふうに聞いております。だから、相当自由にやらせていただきましてですね、そうは言ってもこれが2回目のデザインレビューの招集令状とその結果なんですけども、ここに寸法の増大を極小にして、つまりちっちゃくしろと、それから強度剛性耐久性を確保して、それから 1.8 リッターから 2.2 リッターをカバーするエンジンにして、静粛性レスポンス、走りの面、そんなことで、高級感を出し得るエンジンにしなさいと、そういうのを命令を受けて私はやってきたということなんですね。その頃はレガシーのエンジンというのは一番大きくて売ってたのは 1.8 リッターが一番大きかったので、それではですね、もういよいよこの世界に出ていって勝負するには足りないなと、どういうやり方してたかって、 1.8 にもターボチャージャーを積んで相当頑張っていったわけですけども、やっぱりこのままいくと先はどうなんだと、それも君が考えろみたいな、そんな話になりました。結局、実際は途中からここに山田さんというお名前が載ってますけど、この方はアメリカ駐在の技術屋さんでですね、やったこともある方で、もともとは K の2気筒のエンジンの DOHC 化とか、OHC 化とかそういうことをなさった方ですけども、その方がアメリカから帰ってきた時に私の上司、課長級になってですね、あと一人の新人の非常にこう図面形状に強いのが一人ついてくれまして、本当に3人でですね、コンパクトに始めていたのがこの辺のデザインデビュー2回目ぐらいの話であります。で、ストロークを75ミリにしてですね、ボアを87と92と97にして、でそれぞれ 1.8 リッター、2リッターから 2.2 リッターとこういうことになっておりまして、でさらにボアをですね、100ミリまで上げると 2.4 リッターまでできること、こんなような
案でですね、これでやらせてくださいというあの OK をもらうためのデザインレビューをやったと、まあ、そんなようなことでございます。でちょっと後でもっとあの図面を見ながらあのご説明しますけど、ここに大体やることはこういうことをやりますよっていうことを書いてですね、あの了承をもらいに行ったと、まあ、そんなようなことでございます。で次のページが、さっきのは第2回目なんですけども、その約 4,5 ヶ月後に第3回目のデザインレビューをやっておりまして、それの報告です、こういうことになりましたということが書いてございまして、もう最初の試作からですね、少し金はかかる、まあとですねご説明しますけど、水平対角と右バンクと左バンクがありますので、両方ブロックがあるんですけど、そのブロックシリンダーブロックをですね、ハイプレッシャー大カストでやるぞ、こういう話になりまして、片側で3000万か4000万だから、両側行くと6000万か8000万かかるけど、もうそれで行けって、こういう命令が出たということがここに書いてあります。からまあ他の研究とかメーカーとかですね、そういうところにの知恵をですね、図面段階からとにかく集めて、いいものにしていきなさい、いいものにするっていう理由はのは何かっていうと、コストをですね、プラマイゼロじゃダメだと、プラスゼロマイナスいくらいかと、とにかく安くしなきゃダメだという命令というか意見みたいなのが出ましてですね、それを目標にしてやれというふうに言われました。で実際は、この頃に作ろうとしたエンジンは2リッタープラマイ 0.2 リッター、つまり 1820-2.2 リッターというのを作るということになりましたけども、これはあの我々の燃焼屋とかの意見から出たんですけど、そのボアが先ほど申し上げたように97も大きいので、その大きなボアの問題の解決策を必ず考えておきなさいというような、はいはいというふうに私は申し上げたんですけども、まあ、そのようなものが割と大きな意見としてですね、言われました。あとはトランスミッションの方も一緒にやるんだけども、そのエンジンだけで考えてるんじゃなくて、トランスミッションも一緒にそのスバルらしいものにするにはどうしたらいいかと、まあ、もちろん四輪駆動ということも分かってますし、時代はどんどんですね変わってますから、それに合うようなトランスミッションをやんなさいと。だけどそのためにはハードウェアがしっかりしないとダメです。後でまたご説明しますけど、エンジンとトランスミッションの、 その合わせの部分のところをですねしっかりやれよと。それからクラッチもですね、でかいクラッチにして何とかしろと、まあ、これにはまた後で申し上げるある理由があるんですけど、まあ、そんなようなことをですね言われて進めておりました。まあ、ちょっとここであんまり細かいこと言ってますと時間がなくなりますので、でこの頃はですね、これ私です髪の毛が真っ黒でなかなか若いなという感じなんですけども、これ80年代前後のですね私どもの設計のルームの中の様子でありまして、これは皆さんもご案内の人もいる方もおられるかもしれませんけど、ドラフターというやつですね、横にこう動いてで縦に動くものがあって、で線をこれで引いてコンパスを使ってこういうあのやり方でしていたんですけども、実はこの、 そのレガシー用の EJ エンジンを始めた頃にですね、私どもの、 その三鷹の、 この設計部門にもキャダムというその二次元 の、 あのコンピューターでやる図面を作るシステムが入ってきました。でそこするうちにすぐですねキャティアという三次元のシステムが入ってまいりまして、まあ、なんでこんなことになったかというと、ご案内のように富士重工と言ったんですけど、この頃私どもには航空機門が宇都宮にありまして、そこはあの先ほどちょっとお話出てましたけど、ボーイングと仲良くしてったもんですから、そのボーイングと図面のやり取りだとか、どういうものを作るかとかいうような話をするのに、そのコンピューターエイディッドデザインじゃないとうまくいかないわけですね。まあ、だからその宇都宮の方にはもう早くからこのキャダムは入ってたし、このキャティアというのも実はダッソーというあのフランスの航空機メーカーが作ったソフトでありましてですね、これも割と早いうちにあの入ってきて、でこの写真のもう同時並行ぐらい進行ぐらいで、実は三鷹 の、 あのエンジン設計の方もですね、その CAD を30年間コンピューターで設計するという方向になりました。今考えるとこの EJ エンジンというのはそういうコンピューターを使った設計開発法というのと同時にこうできてきたな、そういう感じがしております。それ
それでまあちょっと細かいことはあれですけども、いろいろですねやっぱ新しい方法を考えまして、先ほど申し上げたようにちょっとエンジンキャパシティは一番大きいので 2.2 リッター、もしかしたらうまくやったら 2.4 リッターまでということになりますので、そのエンジンがあんまり大きくなったらダメだし、この前後方向の長さもですね長くなっちゃダメと、それからこの横の幅が実は大変厳しくってですね、車の横の幅というのはそんなに余裕があるわけじゃなくて、この外側にはタイヤがありますので、この幅を上げちゃダメだと、まあ、というようなことが大変大事なその開発内容になりまして、ちょっとこの絵だけでちょっとご説明しますと、このタイミングベルト、右と左の缶を動かすタイミングベルトは1本にしてですね、こう二重にして前にその長さが伸びるということは避けようと、それからこの後ろのクランクの後ろのところに若干の空きスペースを見つけましてですね、ここにオイルポンプを置いて、で全長を長くすることなく、とにかく潤滑系を成り立たせようと、まあ、そんなようなことをやったわけですね。だからこの絵で見えるのは、ここにちょっと青でこう書いてありますけど、これそのアンダーカットがない、ちょっと V の字型になってましてね、これ金型でこうスポッとこう抜けるようになってました。アルミの溶けたアルミをズボッとこうすごいスピードで、供給しまして、でちょっと冷えたところでその型を抜くと、このやり方はですね全体としては非常に安い、生産性が良くて、さっき の, そのコストマイナスなんとかなんとかっていうのに非常に近くなってくるというんで、そういうところをですね入れた図面をさっきの二次元キャドで作りまして、それを私がアセンブルして、先ほど の, そのデザインレビューに持っていったと、まあ、そんなような部分でございます。でこれがですね、そこの中の肝になる部分でありまして、こう赤く塗ってあるのはシリンダーブロックと言われるそのものです。これはこの緑色の部分がクランクシャフトでございまして、なんとなくこうやってこう曲がってるなと、でここがピストンにつながるコンロドがはまる部分です。でこれをですねこのシリンダー、赤いシリンダーブロックとこのクランクの間にここに白い薄いものが見えますけど、このメタルっていうんですけども、要はベアリングですね、そのベアリングで支えてこの緑のいいものが上手に回ると、しかもライフ長い時間問題なく回ってくれると、まあ、それが一番エンジンにとって大事なことなんですけど、そういうところをですねどうやったらそれができるかなというのを考えたのがこの絵でございまして、これはですね実は4気筒のくせにベアリングはですねここに1個、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 ここに1個と、こういう具合にファイルベアリングというふうに言うんですけど、その前の レオーネ系のエンジンはですね 4つしかこのメインベアリングがなかった、3つしかメインベアリングがないという形のものでした。でそれを1個増やしてファイブベアリングにするんだして、新しい時代に合うようなですね性能とか耐久性とかそういうのをやっていこうじゃないかとこういうことになったわけです。でこの辺にはですねなかなか今申し上げたこのベアリングのメーカーさんの力を借りないとなかなかうまくいかないのが一点とですね、あとは私もスバルにはなかなか素晴らしいこう頭のいい人がいっぱい入っていましてね、このベアリングのところ の, そのオイルの厚さだとか どういう薄さになるんだとか、なんかそういうのをですねちゃんと計算式でできるようにした人がもうすでにおりましてですね、でそれはその方 の, 実験式みたいなのがもうすでにできていて、このベアリングの幅をですねどれくらいにすればどれくらい の, その圧力が受けられるぞっていうのをですねちゃんと計算で出るようになってたんですね。それで、そこでちょっと私が考えたのは何かっていうと、幅は広ければ広いほどそのたくさん荷重を受けられるんですけど、普通はですねこれを1番といって、これを3番といって、これを5番という名前で呼ぶんですけど、この3つはですねクランク側にこう溝が切ってあるんですよ。これ溝が見えてますけど、それ溝を切るとその周動面がですね溝の両側にこう分かれますから、1個の幅はめちゃくちゃ狭くなるんですね。そうなると圧力を受けるガス圧とだとか慣性力を受けるその受ける
能力がどんどん減るわけですね。そこで私考えまして、どうしたかっていうと、じゃあ2番3番はもう溝なしでいったらどうだというふうに思いましてね。でそれの、じゃあオイルはどうやって供給するんだと、こういう話の時にはこの赤いブロック側にですね溝を切っておいて、裏側でオイルを回して、で荷重が少ないところで表にオイルを吹き出させてですね、で潤滑をすると、そういう新しいやり方でどうでしょうかっていうのを、あのベアリング屋さんと、それから先ほどその計算式を作った人、この方はですね後に博士号を取って、今もあの大学で教えたりしておられますけど、まあ、そんなようなことを活動をやりまして、これぐらいのディメンションでなんとかなるんじゃないかというのが大体分かって始めたと。でさらにですね、もう一つ会社の自慢になりますけど、これを作るそのエンジンを組み立てたり加工したりする生産技術部門というのがあるんですけど、そこの部門にですねものすごく数学のできる人がいまして、それはですね、あの今でいう確率と統計値ですかね、そのばらつきとか、統計学とか言われるようなものが非常に得意なエンジニアが一人おりまして、それはですね、このベアリングメタルの幅をですね、2ミクロンごとぐらいにこうグレードに分けて、でどの厚さのやつを何個入れれば、そのクランク側の直径のばらつきとかをうまく吸収してですね、その生産ラインが成り立つかっていうのをちゃんと計算してくれまして、実は6グレードのものを作ればよろしいと。だからメタル同じように見えますけど、実は6種類あるんですね。でそれをそれぞれ、このエンジンのどこの場所にそのある厚さのものをどう入れたらいいかみたいなやつが、もう今で言うとそのすぐ分かりますけど IoT っていうやつなんですよ。あのクランクの直径を測って、それからこの赤いシリンダーブロックの穴の直径を測って、でそれぞれに対して、どのメタルを入れればいいかを自動で計算しまして、でそれがですねエンジンがこう流れていくときに自動的にこのエンジンの右側にはこれ、左側にはこれというのをですねちゃんとその供給できるというシステムまでその人が考えてくれました。やっぱりそういうのってなかなかあのできる人がいないと、何グレードにすればいいんだと、なんか確率的にですね成り立つようにしていくっていうのはなかなかありがたかったなと、私にはできないので非常に感激した覚えがございます。それで、クランクシャフトの検討書でございます。これはですね、まあいわばそういう理論的なやり方と、もう一つはですね、ここにポルシェ911 3.3 ターボっていうのがあります。でこれが一体そのクランクとしてはそれぞれの寸法がどれくらいでやってるのっていうのが分かるようにしてございましてね。で我々はピンの直径が52ミリがジャーナル、このやはりこう真ん中のジャーナルの直径が60ミリとこうなってるわけですよ。じゃあポルシェはってこう見たら、55ファイブで、ジャーナルは60ファイブとこうなってまして、で幅もだいたい同じぐらいの22ミリとか21.5とかですね、だいたい似たような形になっておりまして、でここには先ほど申し上げたように新しいそのベアリングテクノロジーを入れればポルシェとほぼ同等、もっと良くなるかもしれないというようなお話をできたものですから、よしじゃあこれでいけとこういうふうになった、そのため の, そのクランクシャフトの図面でございます。このクランクシャフトはなかなか作り方も難しくてです、ね、今日実は私ここにクランクシャフトを持ってきておりますので、排気量もしかしてご興味があればいやいやいや今あの出てきてというふうには申し上げませんが、おこんな格好でありましてですね、回していけば、まあ、重いです無理興味ある人前でってと、あのもしよろしければ、まあ、あの終わったところでちょっと見に来ていただければいいと思います。いずれにしろその説得のためにですね、あのよそのポルシェ、あの有名なポルシェはこうやってますよっていうことを説明してこれを通したと、まあ、そんなような経緯でございます。横道にそれますけど、ポルシェのエンジンって戦後、昭和47、8年ぐらいのポルシェのエンジンが我々のところにあったんですよ。で私がこれをやるときに911の 3.3 リッターターボっていうんで、そのエンジンも買ってですね、ばらしたんですね。
で、その新しい 3.3 リッターのこれはアルミになってて、昔はマグネだったんですけど、その2つをですね、右側と左側をあの 逆にして戦後からそのつい最近のこの80何年ぐらいまでポルシェのエンジンはですね、ほとんど同じディメンションでやってきてるっていうのが分かりまして、おお、これはやっぱりその水平対向っていうのはなかなかこうライフも長くできるもんだねっていうのの自信になったんですね。これはちょっと余談になりましたんで、これはですね、私どもの会社に入ってくる新入社員の若いやつに、そのレガシーのエンジンというのはこういうステップでシーケンスで何年ぐらいかかって、開発したんだよっていうのを分かるようにちょっとレクチャーをしたことがあるんですけども、その時のメモです。でこれによりますと、先ほどご説明した第2回のデザインデビューとか第3回のデザインデビューとかをこんな83年とか84年とかこういうところでやっておりましてですね、ということが分かります。ここのところにすごいのがあって、こういうデザインレビューをやりますとですね、その他の水平対向でいいのかというご意見が必ず出るわけですよね。でやっぱりそのなんていうのか、水平対向はいいと気にはいいけども、本当にそうか、ちゃんと図面描いたりいろんなもうちょっと細かい検討をして比較しろというあの命令が出ましてですね、この第2回と第3回の間ではですね、他のレイアウトも検討しました。これは皆さんご案内の方もいらっしゃるかもしれませんけど、昔はタウナス 20M とかいうのがあって、これはですね、V 型 の, あの4気筒エンジンですね。で縦置きになってまして、でちょうどこの頃にその4気筒エンジンをベースに6気筒に伸ばしたやつもまたタウナスがこれから導入するぞと、こういうような時期でございましたので、その野郎 V っていうんですけど、 V の角度が非常に狭い、30度だったか15度だったか忘れちゃいましたけど、そういうものもですね、図面を描いて、比べてみたり しました。それからあとちょうどその頃流行り始めていたその直列5気筒のエンジンが、あ、フォルクスワーゲンサンタナですかね、ああいうところでどんどん流行ってきていて、でそれってどうなんだと、でうちのやつに適用したらどうなる、もしくはそういうのがもっと早いってことは本当にあるのかみたいな、もうちゃんとしとけというようなことを他のレイアウトの検討の中で行いまして、でここにやっぱり水平対向できるというのはその次 の, あのデザインレビューです。やっと OK をもらって、まあ、相当そこせこれも違いました、これも違いましたっていうご説明をしながらここへ持っていったわけですけどね、というようなことがございました。それからあとはですね、最初の試作は20台ぐらい作りまして、で次に90台、75台、50台、350台とこんな感じで、結構お金かかるなっていうのはなんとなくお分かりいただけると思います。こういう形でやりました。あ、そうそう。でちょっと戻りますけども、これがですね、フランス語で書かれたイタイシっていうんですか、にあの FF のパワーユニットレイアウトのいろんなバリエーションということで記事が載っておりましてですね、これも全部ご説明するわけにいきませんけども、我々のスバル1000をはじめとして水平対向の車エンジンというのはこういうふうになってて、その車の前にラジエーターを置くというのが非常に一般的な置き方なんだよっていう記事が載っております。でもうこの頃にですね、相当その直列4気筒の横置きっていうのが一般化しつつあったんですけど、それの図面もこう載っておりましてですね、で先ほどのその他のレイアウトも比べろというの中に、もうこんなのはありえませんねとかですね、あとは直列4気筒なんだけどもエンジンを上に置いてエンジンの下にあのトランスミッションデフがあるよって、こんなレイアウトもどうだというのもその一応検討して、これはもう風土が高くなってダメですみたいな話になるわけですけど、まあ、ここ そういう時に参考にさせてもらったのはこのフランス の, あの業界誌っていうんですかね、モーター雑誌でした。あともうちょっと急がないと時間がなくなってくるんですけども、これがですね、素晴らしいスバル1000のエンジンでありまして、これがダメだという人はほとんどいないというふうに思うんですけど、そうは言ってもですね、私の目から見ると
例えば、まあ、エンジンって大体まあこの辺で終わってるわけですけども、その後ろにですね、トランスミッションにつなぐためのこんなに出っ張りみたいなのあるじゃないかと、ここはなんかもっと短くできねえのかって私なんか思いましたですね。それからこの前側のところもですね、この左側なんかは特にこれウォーターポンプがここに見えるわけですけども、なんとなく張り出して、長くなってるじゃないかと、こういうところもですね、なんか新しくしたいねというふうに思わせる図面なんですね。そこでまあ、あの他の水平対向一体どうなってるのっていうのをこう見るために、あ、まあ、昔からこう飛行機用のライカニングのエンジンっていうのはうちも興味、あるうちっていうか興味を持ってたらしくて、このエンジンそのものはなかったんですけども、この中で動いているピストンがいくつか私のところにあのサンプルでありまして、それもこう見て私どもの、そのピストンの参考にしようと思ったんですけど、実はこれあんまり参考にならないっていうのは、これ空冷ですし、回転数が非常に低いですから、ピストンはですね非常に大げさな、結構背が高くて、なんていうんですかね、あんまりこう再起が感じられないピストンに申し訳ないけど、これは参考にならねえなっていうんで、もうすぐにボツにしましたというような経緯が、まあ、他のエンジンとかも調べましてですね、後で申し上げますけど、ホンダさん の, あのオートバイ用の水平対向4気筒もこの頃にの前にバラしてます。どんなことやってるかなっていうのは全部調べさせていただいた。で、結果として、じゃあ EGA20 っていうのが出た時は一体どういうことだったのっていうの、まあ、こんなような形になりましてですね、先ほどウォーターポンプが、もったいないところに座る線はあったねって申し上げましたけど、それはですねこの辺にウォーターポンプのインペラーがなんとなく見えますか。でそのウォーターポンプのウォーターポンプをですね、このタイミングベルトの背面で駆動してるんですね。くぐる、あの、まず、ラブベルトとかプリとかそういうのも省略して、背面ベルトでウォーターポンプを回すというふうにさせてもらって、しかも、この辺のですね、デッドスペースを有効に使うということにしてもらいましたというのがこれで表れます。それから、EGA20 のターボというのもその頃出して、これはですね、当時日本一の馬力でありました220馬力6400で、インタークーラー付きで水冷のインタークーラーでって、こうなかなかですね、あの三菱のギャランさんと戦うという感じで、やっておりました。我々の方がちょっと前に出た感じの、スタイルでしたね。あともう一つ、これがなかなか、ちょっとまたさっきあの後ろの方を見たら、あの私どもも富士重工にはですね、汎用エンジン部門っていうのがあって、実はあの農業用とか、あの土木用とか、ある時はですね、あのカナダあたり、アメリカ あの寒いところのあたりでは、そのスノーモービル用のエンジンっていうのも作ってるんですけど、それにはですね、この断面図と全く同じ、機構のあのエンジンをその部門で作りましてですね、これ非常にこう安くて、性能がいいものですから長く生き残ったというようなその断面になっております。これ発売した時はあの110馬力の 1.8 リッターの16バルブということで出しました。これご覧になれば分かるように、この辺のバルブ周りがですね非常にシンプルでありまして、ちょうどこの頃ですね、後でもまたもうちょい説明しますけど、どこのあのエンジン、あの車屋さんもみんな DOHC、フォバルってこっちへガーッと流れを打っていくようになったんですけども、その中で、トヨタさん、ヤマハさん系列があの出してきたフォーバルをちょっと調べてさせてもらったんですけど、それはですね、バルブ系なんかそんな大きくなくて、でバルブのリフトもそんなに大きくなくて、でどっちかといえば燃費型のその燃焼をさせればいいんだというふうにもう私の目から見えたんですよ。じゃあ何も DOHC にしてその重くして加熱高くしなくても、カムは1本 で両側からこのバルブをですね、こう6側でプッシュするようなそのフォーバルブにすれば十分同じような性能が出るぜと、こういうふうに思ったものですから、もう発売の2年ぐらい前になってたんですけども、三鷹の中で非常にできる設計者を選びましてですね、お前2年でこれ立ち上がるからこの形のものでうまくやれと、こういう話をしてできたのがこれで、
1.8 リッターは、まあ、これで立ち上がりました。でさ、あとも汎用エンジンでこれも使われて長生きしたっていうのは先ほど申し上げた通りです。でトランスミッションですけども、これもですね、ボディ屋さんと行ったり来たりする間にですね、この左右のタイヤを駆動するためのこのディファレンシャルの位置というのはですね、車全体の体格だとか、まあ後で説明しますけど、そのサスペンションの能力だとか、そういうのに非常に大きく効きます。ですからこの絵で見ると、そのトランスミッションのこのセンターはですね、できるだけ前へ行かなくちゃいけないんですね。そのためにどうすればいいかみたいなのをトランスミッションさんと一緒に一生懸命やりましてですね、この絵でちょっと見えるとすれば、ここにフライホイールの薄っぺらなフライホイールが見えまして、その後ろにクラッチがついているのが見えます。このフライホイールはですね、昔は鋳物で作って、割と分厚いフライホイールが多かったんですけども、それやめて、これはですねスティールのプレスで打ち抜きで作るという形にして、でこの辺の厚さをですねかなり薄くシンプルにして、でこのデフの位置をですねできるだけ前に出せるよっていう形にしてもらいました。もちろんこれ今日は私エンジニアでございますので、そのトランスミッションをこんなに優れているよっていうのはなかなかようわからんところもありますので省略しますけども、シンプルな AT、 それからこれは四輪駆動用のですね、ここのところで前後のトルク配分を変えられる、電子制御できるようなアクティブトルクスピットフルタイム四輪駆動と、それからマニュアルトランスミッションで、これはビスカスの LSD がついていて、フロントだけが回るっていうようなことはないよ、そんなようなこの3種類でですね立ち上がったということでございます。いずれにしろこの MT にはビスカス LSD がついていて、まあ、四輪駆動の能力をですねかなり、上げたものにしましたということであります。もうちらっとしか時間がありませんが、これはスバル1000のパワーユニットでありましてですね、これはご案内のように これはブレーキ、インボードブレーキといって、これとこれはブレーキなんですよね。これはあのホイールがこうサスペンションとしてギャップのところでは出て、で、いわゆる乗り上げたらこう上上がるわけですけど、そういう時のそのマスとして働かないところにそのブレーキが置いてありましてですね、非常にこのタイヤにしろこのサスペンションも非常に楽をするとこういうようなレイアウトになってまして、これはやっぱり参考にしなきゃいけないなとこう思った、それこそスバルのレジェンドなんですね。で結局今日は見えていませんが、ボディ側の設計者と一緒にですね、もう毎日のように、いろいろ検討をやりましてですね、どうなったかと言いますと、これをご覧になれば分かりますように、これエンジンのですね、デフの位置が非常にこうエンジンセンターに近いところからこう出てますので、このタイヤを駆動するためのですねアクセルシャフトが非常にこう長い、つまりタイヤが動いてもこれはあんまり動かない、角度狭くて済むわけですよね。そういう風になっています。で先ほどのフランスの記事を見ますと、こう普通になったその直列、一般化した直列横置きですとですね、これこの右側に見えるアクセルシャフトは非常に短くて、で左側が長いと、でことによるとこっちの右側がですね、その動きに対して非常に厳しいとか、あとは右と左でそのアクセルシャフトの角度がつきますとですね、変装って終わんないですかね。エンジン吹かした時に右にビューッと寄っていったり、左にブレーキすると右に寄ったりとか、なんかそういうことはこのアクセルシャフトの角度によって起こるんですね。これがだから右と左で違うのはあんまかねえだろう、こういう感じでこういうことがないように、でかつそのアクセルシャフトそのままできるだけ長くできるようにというふうにしたのが我々のこのレイアウトでございましてですね、でこれはまあ、ボディをやるときにこの青い右と左のボディを結ぶクロスメンバーというのがうまいことをこう設定できるものですが、これはこの車全体のですね剛性を高めるのに非常に有効です。
これができるのもその水平対向で、かつこのデフをでとですねエンジンの間のここのところをうまく狙ってこのクロスメンバーを通すとこういうのが非常にコツになります。であとちょっと申し上げるとこのエンジンをですねマウントするためのそのゴムのついたマウントシステムはですねこのクロスメンバーの上に乗っています。これはまた非常に合理的で、非常に軽いあのマウントシステムで、はいはい、わかりました。どんどんいきます。なかなかいいあのサスペンションになりました。ついでに申し上げておきたいんですけど皆さんあんまりご案内じゃないんですけど実はですねこのデフのセンターに対してこのホイールの位置はですね両方ともちょっと前に出てます。前半角をつけてありましてですねこれは何のためかっていうとそのここに乗ってる運転する人がですねこのタイヤの外側を覆ってるタイヤハウスのところにアクセルペダルが来るんですけどこのアクセルペダルをですねできるだけ前にやるとそのお客様のスペースがたくさんできるんでちょっと冒険っていうかあんまり大した角度じゃないんだけどこのアクセルをですねやや前出し前にハの字になっているような格好にしてこれを実現しています。これはあんまり世の中には知られてないんですけどもそのパッケージングの中で頑張ったことの一つなのでご紹介させてもらいました。それからですねこれはスバルドイツの駐在員からですねベンツのビジョン A がこんな論文出してるよっていうのを送ってくれたんですけどこれもあまりしつこくやってる暇はないんです。でこれですねエンジンがこうスランとして寝て乗ってましてねでこれがその前凸っていうんですけどこの車が前にぶつかった時には車がこう衝撃をうまく吸収しながら潰れると同時にですねこのエンジンは下へ落っこってでこの乗員は安全なんですよということを言ってるこれビジョン A のアイデアなんですね。でちょっと裏話を差し上げますとですね1985、6、78年頃かなベンツジャパンからですね私どものサンバーっていうのはリアエンジンでこういうスラントしたエンジンがあるんですけどもそれをですね2台売ってくれっていう話がありますね。いやいやこれは会社と会社としてはねそんなことはできねえからぜひサンバーの中古でも何でもいいから2台買ってでヨーロッパのドイツに送ってそこで回した方が どういうコントロールで動いてるかとかみんな分かるからいいんじゃないのってアドバイスをしてですね、多分買っていってでその我々のエンジンはリアエンジンですけどそれをぐるーっと回してですねフロントエンジンにしたのはこのレイアウトだと思います。ではなんと驚いたことにですね、これ2310っていうそのホイールベースがあるんですよ。これは当時の私たちの軽自動車のホイールベースと1ミリも違わない同じ数字なんですね。だからやっぱ持ってた時にどういう設計するかっていう時においスバルがこうなってるからこれでいくかって最初にその設定したらそのホイールベースがずっと生き残ったんじゃないかと私は思っておりますけどねというようなことがありましてじゃあこの話は今も今のスバルもですねこの下の絵を見せながら水平対向の車というのは非常に安全なんですよっていう言い方にしています。これ潰れて下に落ちます。この四輪駆動のアクセルもですね折れ曲がるようにできてますみたいな、コマーシャルをしてますですね。あとですね先ほど申し上げた左の前のところこっちがフロントです。で左の前のスペースのところにモーターポンプを設置するしかもそれも直付けで、もうこのブロックの中にですね冷却水が直接入っていくような形になっております。あとですねちょっと時間がなくなってきたんで走らせてもらいますとこのピストンもですね先ほどその航空用のエンジンを参考にしたって言いましたけどそれはもう全然反対でですね我々新しい時代のピストンというのは短くて、コンパクトじゃなくちゃいけないわけですね。で我々には特にこの横方向の長さがちっちゃくなくちゃいけないんですからこのピストンの高さっていうのはうんと短くなくちゃいけないんですけどもそのためにちょっと思い切った方法を取りましてですねあんまり常識的じゃないんですけどこのピストンピンをですね非常に径を大きくして鉄ですから非常にがっちりしてますよね。で考え方としてはそのしっかりしたピストンピンにですねアルミの鋳物が乗っかってるよとそう発想を反対にして昔はアルミでピストンを作ってそれを止めるコンロに止めるために
英語のピストンピンがあったんですけど、逆にそのピストンピンを共同メンバーみたいに使おうとしてやったのが、この EJ エンジンのピストンなんですね。これは、国内のいろんなピストンメーカーさんといろいろ話もしながらですね、やっていった。で、まあ、成功した類だと思います。その後非常に背の低いあのピストンが世界的に流行ってきたの、もしかしたらこれをバラしてみたんじゃないかと自負しておりますけどね。あとこれは、トヨタさんなんかがやっておられる、直列4気筒はあの振動が非常に大きいですから、それをバランスさせるための二次バランサーをこんな形でですね、クランクにつけたギアで、逆回しをして、振動を取っているという例があって、これが出てくるとですね、なんとなく、ああ、これは水泳大国が勝ってるぜ、こういうふうに思える内容ですね。あとは、ちょっとデータで見ていただきますけども、これはあのディーゼルエンジンにしたときにですね、ディーゼルエンジンの車内の音、これは、あの直列4気筒のディーゼルはですね、この赤い線なんですけど、スバルのディーゼルエンジンはこんなに静かだよっていうやつです。これはまあ、その室内のその防音、遮音、カーペットをどうするかとか、そういうのに変わるんですけども、このエンジンの振動で見ていただくとですね、もう一目瞭然なんですよね。先ほどみたいな、そのバランサーがついてない直4のディーゼルは、こんなところを、これエンジン回転に対して振動がどれくらい大きいかっていうグラフなんですけど、回転とともにですね、どんどん振動が大きくなっていくというふうになってますけど、スバルのボクサーはですね、むしろ回転上がればどんどん振動ちっちゃくなる、こういう傾向に行くんですね。だから、まあ、持って生まれた良さみたいなやつっていうのはもう捨てがたいものがあります。まあ、そのデータをこれで見ていただきました。あと、これが EJ エンジンの、クランクシャフトの素材なんですね。これはなかなか作りにくくて、実はホンダ系列の鍛造屋さんに相談に行ってできますよって言ってもらって、初めて安心して作った、それの加工したのがこれでありまして、ここに出てますので後でご覧になる方はご覧いただきたいと思います。で、なかなか強度もしっかりしてますという話になるんですけど、これはですね、先ほどの4気筒をこう設計しますと、あと2気筒足すとですね、この6気筒ですぐなっちゃうんです。コンポーネントと全く同じですから、設計もものすごくキャドになると特に2つ足せばできますからね、もう途中からですね、これも頭に入れて6気筒も作りました。で、作ったらはそれが乗ってるのはあちらの後ろにある SVX でありましてですね、あんまり面倒なことをしないで結構 3.6 リッターのエンジンができました。出すことができました。まあ、こんなようなところまでで今日も私のプレゼンは一応終わりにさせていただきます。あとここでトークショーみたいなこともやるそうですので、何かご質問があれば用意しておいていただいたらよろしくお願いします。